私のミスでした。私の選択、そしてそれによって招かれたこの全ての状況。結局、この結果にたどり着いて初めて、あなたの方が正しかったことを悟るだなんて。今さらずうずうしいですが、お願いします。先生、きっと私の話は忘れてしまうでしょうが、それでも構いません。何も思い出せなくても、おそらくあなたは同じ状況で同じ選択をされるでしょうから。ですから、大事なのは経験ではなく選択。あなたにしかできない選択の数々。責任を負うものについて話したことがありましたね。あの時の私には分かりませんでしたが、今なら理解できます。大人としての責任と義務、そしてその延長線上にあったあなたの選択、それが意味する心ばえも。ですから先生、私が信じられる大人であるあなたにならこのねじれて歪んだ先の終着点とはまた別の結果を、そこへつながる選択肢はきっと見つかるはずです。だから先生、どうか。先生、起きてください。先生、少々待っていてくださいと言いましたのに、お疲れだったみたいですね。なかなか起きないほど熟睡されるとは、夢でも見られていたようですね。ちゃんと目を覚まして集中してください。もう一度改めて今の状況をお伝えします。私は七神凛、学園都市キボトスの連邦生徒会所属の幹部です。そしてあなたはおそらく私たちがここに呼び出した先生のようですが、推測系でお話ししたのは、私も先生がここに来た経緯を詳しく知らないからです。混乱されてますよね。わかります。こんな状況になってしまったこと、遺憾に思います。でも今はとりあえず私についてきてください。どうしても先生にやっていただかなくてはいけないことがあります。学園都市の命運をかけた大事なこと、ということにしておきましょう。キボトスへようこそ、先生。キボトスは数千の学園が集まってできている巨大な学園都市です。これから先生が働くところでもあります。きっと先生がいらっしゃったところとはいろいろなことが違っていて、最初は慣れるのに苦労するかもしれませんが、でも先生ならそれほど心配しなくてもいいでしょう。あの連邦生徒会長が
お選びになった方ですからね。それは後でゆっくり説明することにして。ちょっと待って、大工見つけた。待ってたわよ、連邦生徒会長を呼んできて。ん？隣の大人の方は？主席行政官、お待ちしておりました。連邦生徒会長に会いに来ました。風紀委員長が今の状況について納得のいく回答を要求されています。ああ、面倒な人たちに捕まってしまいましたね。こんにちは。各学園からわざわざここまで訪問してくださった生徒会、風紀委員会、その他時間を持て余している皆さん、こんな暇そう、大事な方々がここを訪ねてきた理由はよくわかっています。今学園都市に起きている混乱の責任を問うためにでしょ。そこまでわかってるなら何とかしなさいよ。連邦生徒会なんでしょ。数千もの学園自治区がこんなに陥ってるのよ。この前なんかうちの学校の風力発電所がシャットダウンしたんだから。連邦共生局で停学中の生徒たちについて一部が脱出したという情報もありました。スケバンのような不良たちが登校中のうちの生徒たちを襲う頻度も最近急激に高くなりました。治安の維持が難しくなっています。戦車やヘリコプターなど出どころのわからない武器の不法流通も 2000% 以上増加しました。これでは正常な学園生活に支障が生じてしまいます。こんな状況で連邦生徒会長は何をしているの？どうして何週間も姿を見せないの？今すぐ会わせて。連邦生徒会長は今席におりません。正直に言いますと行方不明になりました。え？やはりあの噂は。結論から言うと、サンクトゥムタワーの最終管理者がいなくなったため今の連邦生徒会は行政制御権を失った状態です。認証を迂回できる方法を探していましたが、先ほどまでそのような方法は見つかっていませんでした。それでは今は方法があるということですか、主席行政官。はい、この先生こそもフィクサーになってくれるはずです。この方が。ちょっと待って、そういえばこの先生は一体どなた？どうしてここにいるの？キボトスではないところから来た方のようですが、先生だったのですね。はい、こちらの先生はこれからキボトスの先生として働く方であり、連邦生徒会長が特別に指名した人物です。行方不明になった連邦生徒会長が指名？ますますこんがらがってきたじゃないの。こんにちは先生。私はミレニアムサイエンススクールの、いや挨拶なんて今はどうでもよくて。そのうるさい方は気にしなくていいです。続けますと。誰がうるさいって？私は早瀬優子。覚えておいてください先生。先生はもともと連邦生徒会長が立ち上げたある部活の担当顧問としてこちらに来ることになりました。連邦捜査部シャーレ。単なる部活ではなく一種の超法規的機関
連邦組織のためキボトスに存在する全ての学園の生徒たちを制限なく加入させることすらも可能で、各学園の自治区で制約なしに戦闘活動を行うことも可能です。なぜこれだけの権限を持つ機関を連邦生徒会長が作ったのかは分かりませんが、シャーレの部室はここから約30キロ離れた外郭地区にあります。今はほとんど何もない建物ですが、連邦生徒会長の命令でそこの地下にとあるものを持ち込んでいます。先生をそこにお連れしなければなりません。モモカ、シャーレの部室に直行するヘリが必要なんだけど。シャーレの部室？ああ、外郭地区の？そこ今大騒ぎだけど。大騒ぎ？強制局を脱出した停学中の生徒が騒ぎを起こしたの。そこは今戦場になってるよ。連邦生徒会に恨みを抱いて、地域の不良たちを先頭に周りを焼け野原にしてるみたいなの。巡航戦車までどっかから手に入れてきたみたいだよ。それでどうやら連邦生徒会所有のシャーレの建物を占拠しようとしてるらしいの。まるでそこに何か大事なものでもあるみたいな動きだけど。まあでももうとっくにめちゃくちゃな場所なんだから別に大したことな。あ、先輩、お昼ご飯のデリバリーが来たからまた連絡するね。大丈夫です。少々問題が発生しましたが大したことではありません。何？どうして私たちを見つめてるの？ちょうどここに各学園を代表する立派で暇そうな方々がいるので私は心強いです。え？キボトスの正常化のために暇を持て余した皆さんの力が今切実に必要です。行きましょう。ちょっと待って、どこに行くのよ。何これ。なんで私たちが不良たちと戦わなきゃいけないの？サンクチュムタワーの制御権を取り戻すためにはあの物質の奪還が必要ですから。それは聞いたけど、私これでもうちの学校では生徒会に所属しててそれなりの扱いなんだけど。なんで私が いったー、いたいってば。あいつら違法 JHP 弾を使ってるじゃない。伏せてください、ユーカ。それにフォローポイント弾は違法指定されてはいません。うちの学校ではこれから違法になるの。傷跡が残るでしょ。今は先生が一緒なのでその点に気をつけましょう。先生を守ることが最優先。あの建物の奪還はその次です。蓮見さんの言う通りです。先生はキボトスではないところから来た方ですので、私たちとは違って弾丸一つでも命の危機にさらされる可能性があります。その点ご注意を。分かってるわ。先生は戦場に出ないでください。私たちが戦ってる間はこの安全な場所にいてくださいね。戦術指揮をされるんですか？もう先生ですし。わかりました。これより先生の指揮に従います。
生徒が先生の言葉に従うのは自然なことですね。よろしくお願いします。よし、じゃあ行ってみましょうか。私たちの勝率はかなり高い。ここはもう安全です。自信を持っていこう。まずスキルカードシステムについてご説明いたします。戦闘に参加する生徒たちはEX スキルカードを1枚ずつ持っています。そのうち3枚のスキルカードがランダムにドローされます。そして好きなカードをタッチするとスキルが使えます。スキルを使うためにはその分のコストが必要ですが、コストは自動的にチャージされていきゲージに表示されます。狙撃ポイントを変更します。帰ります。はぁ、無駄よ。前方に敵が集まっているのが見えますね。スズミさんのスキルは集まっている敵に使うと効果的ですので使ってみましょう。スキルカードをタッチした後に集まっている敵を選択してください。腰を抜かさせてあげましょう。無駄よ。参ります。次の目標地点まだ終わらないわよ。行くわよ。参ります。では優香さんのスキルを使ってみましょうか。優香さんのスキルは自分自身を強化するタイプですので、スキルカードをタッチした後に優香さんをタッチしてください。悲しみも怒りも全て因数分解してやるわ。私の手を出しません。パトロールを終了します。なんだか戦闘がいつもよりやりやすかった気がします。やっぱりそうよね。先生の指揮のおかげで普段よりずっと戦いやすかったです。なるほど、これが先生の力。まあ連邦生徒会長が選んだ方だから当たり前か。それでは次の戦闘もよろしくお願いします、先生。もう、シャーレの部室は目の前よ。今、この騒ぎを巻き起こした生徒の正体が判明しました。若も、百鬼夜行連合学院で停学になった後、強制局を脱獄した生徒です。似たような前科がいくつもある危険な人物なので気をつけてください。あらら、連邦生徒会は来ていないみたいですね。まあ構いません。あの建物に何があるかは存じませんが、連邦生徒会が大事にしてるものと聞いてしまうと壊さないと気が済みませんね。久しぶりのお楽しみになりそうです。計算はクリア。落ち着いていこう。隠れます。生徒たちは遮蔽物を発見すると自動的に隠れます。隠れている間は敵の攻撃を大幅に防ぐことができるため、この遮蔽を効果的に活用することが戦闘のポイントです。しかし隠れることができない生徒もいますし、遮蔽物が敵の攻撃で壊れる恐れもあるという点を覚えておいてください。参ります。移動します。まだ終わらないわよ。移動します。騒動の中心人物を発見、対処します。
連邦生徒会の子犬たちが現れましたか。おかわいらしいこと。参ります。逃しません。目標補足。私はここまで、あとは任せます。逃げられてるじゃない。追うわよ。いいえ、生半可な行動をしてはなりません。私たちの目標はあくまでもシャーレの奪還。このままシャーレのビルまで前進するべきです。うん、まあいいわ。あいつを追うのは私たちの役目じゃないってことね。罠かもしれませんし。はい、建物の奪還を優先で、このまま引き続き進むとしましょう。まだ終わらないわよ。ありがとう。進んでください。前方へ閃光弾を。まだ終わらないわよ。よし、建物の入り口まで到着。この音は。気をつけてください。巡航戦車です。狙撃ポイント逃しません。しました。クルセイダー1型、私の学園の正式戦車と同じ型です。不法に流通されたものに違いないわ。 PMC に流れたのを不良たちが買い入れたのかも。つまりガラクタってことだから、壊しても構わないわ。行くわよ。あちらに気を取られてる間にちょっとお邪魔しますね。クルセイダー戦車の相手をしなければなりません。クルセイダー戦車は防御タイプが重装甲の敵なので、貫通型スキルで追加ダメージを与えられます。蓮見さんのスキルが貫通型ですので、ご参考までに。行きます。狙撃ポイントを変更します。まだ終わらないわよ。単なる計算結果に過ぎないわ。行きます。簡単な任務でした。着いた。はい。シャーレ、物質の奪還完了。私ももうすぐ到着予定です。建物の地下で会いましょう。これが一体何なのか全くわかりませんね。これでは怖そうにも。あら？あら？あららら？あ、あ、し、し、失礼いたしました。お待たせしました。何かありましたか？そうですか。ここに連邦生徒会長の残したものが保管されています。幸い傷一つなく無事ですね。受け取ってください。はい、
これが連邦生徒会長が先生に残したもの、システムの箱です。普通のタブレットに見えますが、実は正体のわからないものです。製造会社も OS もシステム構造も動く仕組みのすべてが不明。連邦生徒会長はこのシステムの箱は先生のもので、先生がこれでタワーの制御権を回復させられるはずだと言っていました。私たちでは起動すらできなかったものですが、先生ならこれを起動させられるのでしょうか。それとも、では私はここまでです。ここから先は全て先生にかかってます。邪魔にならないよう離れています。カステラにはいちごミルクよりバナナミルクの方が、くぅ、まだたくさんありますよ。常駐しているシステム管理者であり、メイン OS、 そしてこれから先生をアシストする秘書です。やっと会うことができました。私はここで先生をずっとずーっと待っていました。もちろんたまに居眠りしたりしたこともあるけど。はい、よろしくお願いします。まだ体のバージョンが低い状態でして、特に生体周りの調整が必要なのですが、これから先頑張っていろいろな面で先生のことをサポートしていきますね。あ、そうだ、ではまず形式的ではありますが生体認証を行います。少し恥ずかしいですが、
手続きだから仕方ないんです。こちらの方に来てください。もう少しです。さあ、この私の指に先生の指を当ててください。まるで指切りして約束するみたいでしょ。はい、宇宙人の映画のワンシーンみたいですって。実はこれで生体情報の指紋を確認するんです。画面に残った指紋を目視で確認するのですが、すぐ終わります。こう見えて目はいいので。どれどれ、よく見えないかも。まあこれでいいですかね。はい、確認終わりました。え、真面目にやってって手抜きしてるみたいですって。そんなことありません。最近の機械は指紋認識ぐらいは自動ですって。1秒もかからないんですか。私にはそんな最先端の機能はないですが。そんな能力なくてもアロナは役に立ちますから。目でも十分確認できますから。全然信じてないって顔ですね。だったらその最先端のなんとかさんのところに行ってしまったらどうですか。くそ、なるほど、先生の事情は大体わかりました。連邦生徒会長が行方不明になって、そのせいでキボトスのタワーを制御する手段がなくなった。私はキボトスの情報の多くを知ってはいますが、連邦生徒会長についてはほとんど知りません。彼女が何者なのか、どうしていなくなったのかも。お役に立てずすみません。ですが、サンクトムタワーの問題は私が何とか解決できそうです。はい、わかりました。それでは、サンクトムタワーのアクセス権を修復します。少々お待ちください。サンクトムタワーのアドミン権限を取得完了。先生、サンクトムタワーの制御権を無事に回収できました。今サンクトムタワーは私アローナの統制下にあります。今のキボトスは先生の支配下にあるも同然です。先生が承認さえしてくださればサンクトムタワーの制御権を連邦生徒会に移管できます。でも大丈夫ですか。連邦生徒会に制御権を渡しても。わかりました。これよりサンクトムタワーの制御権を連邦生徒会に移管します。はい、わかりました。サンクトムタワーの制御権の確保が確認できました。これからは連邦生徒会長がいた頃と同じように行政管理を進められますね。お疲れ様でした先生。キボトスの混乱を防いでくれたことに連邦生徒会を代表して深く感謝いたします。
ここを攻撃した不良たちと停学中の生徒たちについてはこれから追跡して討伐いたしますので、ご心配なく。それではシステムの箱は渡しましたし、私の役目は終わったようですね。あ、もう一つありました。ついてきてください。連邦捜査部シャーレをご紹介いたします。ここがシャーレのメインロビーです。長い間空っぽでしたけど、ようやく主人を迎えることになりましたね。そしてここがシャーレの部室です。ここで先生のお仕事を始めるといいでしょう。シャーレは権限だけはありますが、目標のない組織なので特に何かをやらなきゃいけないという強制力は存在しません。キボトスのどんな学園の自治区にも自由に出入りでき、所属に関係なく先生が希望する生徒たちを部員として加入させることも可能です。面白いですよね。捜査部とは呼んでいますが、その部分に関しては連邦生徒会長も特に触れていませんでした。つまり何でも先生がやりたいことをやっていいということですね。本人に聞いてみたくても、連邦生徒会長は相変わらず行方不明のまま。私たちは彼女を探すのに全力を尽くしているため、キボトスのあちこちで起きる問題に対応できるほどの余力がありません。今も連邦生徒会に寄せられてくるあらゆる苦情、支援物資の要請、環境改善、落第生への特別授業、部の支援要請などなど、もしかしたら時間が有り余っているシャーレならこの面倒な苦情の数々を解決できるかもしれませんね。そのあたりに関する書類は先生の机の上にたくさん置いておきました。気が向いたらお読みください。すべては先生の自由ですので。それではごゆっくり。必要な時にはまたご連絡いたします。ええ、サンクトムタワーの制御権を連邦生徒会が取り戻したことを確認したわ。ワカムは自治区に逃げてしまったのですけど、すぐ捕まるでしょう。私たちはここまで。あとは担当者に任せます。お疲れ様でした先生。先生の活躍はキボトス全域に広がるでしょう。すぐに SNS で話題になってしまうかもしれませんね。これでお別れですが、近いうちにぜひトリニティ総合学園に立ち寄ってください先生。私も風紀委員長に今日のことを報告しに戻ります。ゲヘナ学園にいらっしゃった時はぜひ訪ねてください。ミレニアムサイエンススクールに来てくださればまたお会いできるかも。先生、ではまた。これは困りましたね。なんだか慌ただしい感じでしたが、ある程度落ち着いたみたいですね。お疲れ様でした。はい、でも本当に大変なのはこれからですよ。これから先生と一緒に
キボトスの生徒たちが直面している問題を解決していくのです。単純に見えても決して簡単ではない、とても重要なことです。それではキボトスを、シャーレをよろしくお願いします、先生。それではこれより連邦捜査部シャーレとして最初の公式任務を始めましょう。今から改めて先生のお仕事が始まります。ただまだ始まったばかりの部活なので生徒さんの数が少ないですね。お仕事を円滑に行うためにもシャーレに入部してくれる生徒さんたちを募集した方が良さそうです。言っとくけど、私が一緒になる以上真面目にやってよね。試練が怖い時、苦難に負けそうな時、私が一緒に立ち向かってあげましょう。あの、私が来てもよかったんでしょうか。邪魔だと思いましたら、いつでもおっしゃってください。白衣の天使があなたを訪ねてきましたよ。ミレニアム学園、音瀬小玉。先生の声が聞こえたのでここに来ました。あの、あ、たく、結局見つかっちまったか。こうなった以上、手伝うしかねえな。試練が怖い時、苦難に負けそうな時、私が一緒に立ち向かってあげましょう。自警団任務の延長ですね。トリニティの安全のためならいくらでも協力します。至らない私ですが、よろしくお願いします。新しい生徒さんが来てくれましたね。それでは連邦生徒会からのお仕事をしに行ってみましょう。これからキボトスの平和を乱す悪党たちを相手しなければなりません。ここは戦略マップです。生徒さんたちを部隊単位で配置、命令して大きな視点で作戦を遂行する場所です。スタトのタイルを押して味方部隊を投入してみてください。先ほど来てくれた生徒さんを編成してみましょう。部隊は実際に戦場で戦うストライカー部隊と
後方から支援するスペシャル部隊とで構成されています。生徒さんを多く編成すればするほどスキルを消するためのコストが早く回復します。ストライカー部隊とスペシャル部隊の両方にそれぞれ人員を配置していくごとにコスト回復速度が速くなりますので、生徒さんをいっぱい配置しましょう。編成が終わったので出撃してみましょうか。それでは任務開始ボタンを押して任務を始めてください。移動したい隣接タイルをタッチするとそこへ部隊が移動します。それでは敵がいるタイルに移動して戦闘を開始しましょう。計算は完璧。落ち着いていこう。行くわよ。行きます。私の耳でごまかせません。よいしょ。単なる計算結果に過ぎないわ。行くわよ。痛いの痛いの。ありがとうございます。これどこ。あなたの狙いは全て把握しました。計算通り完璧。一度移動した味方部隊はこのターンこれ以上動けません。フェーズ終了ボタンを押して私たちの番を終了します。また私たちのターンです。残す敵はもうここのボスだけです。私たちの勝率はかなり高い。自信を持っていこう。無駄に。うわっダメ。ウィリー捕まえた。行きます。ああぶっ殺すぞ。無駄に。まだ終わらないわよ。行くぞ。エンカウント。ありがとう。リンクします。ありがとう。勝利証明するわ。あなたの狙いはまだ終わらないわ。把握しました。ヘオラ様はどこにいるんだろう。さあどうしちゃいました。まだ終わらないわよ。これで痛みがなくなるはず。ちょうどいいよね。ありがとうございます。とりあえず撃ちます。無駄よ。てめえらの最大のミスは私の行く手を塞いだってことだ。運が良かった。いいえ計算通りです。さてこれで基本的な戦闘方法は全て説明できたかと思います。これからは改めて先生にキボトスの様々な事件を解決していただくことになります。それではロビーに戻りましょうか。 OSW 先生今日もよろしくお願いしますね。あ、こういうのも用意してありますよ。お疲れ様でした先生。改めましてこちらがシャーレのロビーです。これから先生がいろいろな仕事をしていく拠点ですね。あれ誰かから連絡が来てますね。モモトークはキボトスで広く普及しているトークアプリです。これから先生はこのモモトークで生徒さんたちとおしゃべりしたり生徒さんとの絆に関する情報を確認することもできます。
新しく届いたメッセージは左側に表示されています。アイコンをタップしてメッセージを確認してみましょう。あ、ゆうかさんからですね。内容についてはもちろん先生ご自身に確認していただければと。ひょっとしたら思いがけない物語に入ったりすることも。まだ受け入れていない生徒さんの新名文字を集められましたね。今回はこの新名文字で生徒さんを募集してみましょう。新名文字を集めた生徒さんを選択してください。生徒さんの新名文字を一定数集めると新名文字交換ボタンで新名文字と引き換えに生徒さんを受け入れることができます。では私は一旦ここまでで、これからも頑張ってください先生。